MAKSICFOTO、アイストック、シンクストック、映画館で本編が始まる前に上映される、他の映画の予告映像。遅刻しかけた時にはありがたい一方で、あまりに長いと、まだやんのかよ、と思うこともあるだろう。この件に関し、ハテナ匿名ダイアリーに投稿されたエントリーに注目が集まっている。予告が嫌で映画館に行く気もなくす、興味のない映像を強制的に10分とか見せられるの。これから映画を楽しもうという気分に水を差しまくるんだが、と述べ、不満をあらわにした投稿者。何が悲しくて金払ってまでこんなもの見せられるのかと。あれが嫌で映画館に行く気をなくすわ、と、映画館そのものへの不信感にもつながっているようで、新作映画の宣伝にしたって1作品30秒で2から3分もやれば十分だろ、ダイジェスト並みに流されてもネガキャンにしかならん、と綴った。アドズバイキオスクド、意外に多い予告支持者この投稿に対し、他のネットユーザーからは同意の声が。映画の予告嫌いなので激しく同意。過剰に戦場的にアピールしてくるのが、あれがなきゃトイレ行かずに済んだ映画も数知れずやわ、しかしながら予告を楽しんだり。大切にしている人は意外と少なくないようで、以下のような声も。あれこそが映画館の醍醐味だと思うけど。あのワクワクした時間を経て、日常を忘れて本編に没頭する。デートショーとかで予告編ないと虚無感すごい、次見たい作品をあれで決めることが多いので、なくなると困るなぁ。ただ、シネコングループ作成の PR 動画が流れて、またその後に同じ作品の予告がもう一度流れるのは嫌だわ。一回にしてほしい、私予告の感想まで Twitter に垂れ流すタイプなので、遅刻対策。助かってる、の声もまた、遅刻対策。本編中に遅れて入ってくる人がいたら嫌でしょ、などの指摘も。確かに、ビジネス的には理にかなっていると言えそうだ。あれは遅刻対策もあるのでは。本編開始後に人がちょこちょこ入ってくる方がはるかに苦痛。時間にルーズなので助かってる。こないだ映画2本はしごした時2本目の上映開始時間を10分遅く勘違いしてて、慌てて走ったけど予告編の。おかげで致命傷は免れた。2割が、広告にイラッと、調べ編集部が全国20から60代の男女1362名を対象に、映画館の広告について調査したところ、全体の2割が、イライラする、と回答。投稿者に共感する人は決して多数派ではないものの、一定数存在していることがわかる。とはいえ、メリットを感じている人がいるのも事実。予告が苦手な人は、5分遅く入る、くらいの気持ちでいるのがいいのかもしれない。合わせて読みたい、夜道で前方を歩く女性が自分を警戒、こんな時男性はどうすべし。調べ編集部、尾道エグビ、調査概要、方法、インタ。ネットリサーチ、クズー、調査期間、2016年11月25日から2016年4月28日対象、全国20代から60代の男女1362名、有効回答数、